どうも、こだまるです。きたろです。今日は日プ女子の第10話の予告が公開されたので、そちらの話をしていきます。今回の予告では、練習生を待ち受けていたのがドキドキサプライズっていうのと、第3回準発表式は大波乱の展開にっていうところで、前半はね、9話の最後にも公開されてた予告だったりしたんだけど、やっぱり第3回準発表式のところがね、もうすごい気になるね。ねえ。なんかこれ、ももかさん、呼ばれて座ってないみたいなとことかね。確かに確かにそうだね。後ろの白い感じはなんかそんな感じするから、じゃあこれは呼ばれてるってか、そのファイナリストでいるんかなと思ったり、なんかすごいみんながさ、みたいな感じでめっちゃ驚いてるのは、なんか、どういうタイミングでって思う？まだなんか、そのさ、この予告だと、カイラさんが20位呼ぶときにみんなハーハーしとるようなさ、感じだったけど、ね。テヨンさんばりに、はぁーみたいなさ、感じだったじゃん。一生言うじゃん。テヨンさんのはぁどっちかわからんもんね。いいがか悪いがか。テヨンさんの反応で、よしよしはわからんよね。わからんよね、いつもね。うまいことできとる。置いといて、そうだね、今回もカエラさんが涙って感じだったよね、前回に引き続き。そうだね。なんかさ、このさ、動きでわかるもんなんかね。20位、みたいなやつが。なんかあれでね、口元を読み取る術みたいなやつあるよね。なんとか術みたいなやつ。でも口周りはそんな見えんから、なんかリズムだよね。頭をさ、ちょっとさ、動かした時の、なんかリズムでさ、名前当てはめるしかなくないもう。確かに。コナマルみたいな。そう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 。タロみたいな。タロ。テヨンとかさ、そんな感じじゃん。テヨンさんおらんやろ。ゆめきとか。ゆめき先生泣いとったね。泣いとったね。なんかさ、あれはどのタイミングなの？最後の練習、でも、そっか、舞台ファイナル絵だから、準発表式終わった後に20人になってからの練習のやつかな。そうかね。それかあれかな。練習生からトレーナーへのサプライズみたいな感じだから感謝の。それだわ。それですよ。それだね。きっとね。でもさ、なんかそれってさ、結局デビュー評価の時にあるイメージじゃない？そうだね。でもなんかあれか、デビュー評価ってさ、M ネならさ、4時間、5時間時間取ってさ、たんまりさ、深夜の1時ぐらいまでできるけどさ、なんか嫌なんかみたいなね。一応でもできるけど、地上波だとやっぱ時間も限られてるから、こういうさ、ちょっとしたビハインドとかってあんまないもんね。結構テンポよく進めていってるイメージ、日プは。そうそうそう。結構そのままさ、ステージバンバン、もう一個ステージ、18秒で終わりじゃん。なんか練習過程結構見れないし、なんかセンター決めんとことかも全然見れないし、みたいなイメージだね。そうだね。結構シンプルって感じだよね。もうステージ順位みたいな感じだよね。だからなんかそういうのを考えたら、もう見せてきても確かにおかしくないかもね。ありがとうみたいなところ。そうだね。だからそういうやつは結構10話で見れる感じかもしれんね。だからさ、YouTube のさ、予告のコメントでさ、あったんが、これはオーディションでもありながらユミキが感情を取り戻す物語でもあるって書いてあって、それが一番上に来とるんで。そっちのやっぱストーリーあったよね、みたいな。やっぱりね、みたいな。確かにね。日プ3、今回の日プ女子は、ゆめき物語でもあったわけね。そうだね。ゆめき物語でもあったね。なんか割と感情豊かですよ、みたいなさ。ゆめきペンの方とかもともとね、言ってるけど。でもなんかいいよね。やっぱさ、今回トレーナー先生みんな全員良かったけど、やっぱゆめき先生がさ、新しい顔として、なんか、やっぱすごい話題になったじゃん。そうだね。なんかそういう方がさ、こうやって泣きながら本当にありがとうってさ、言ってんのマジいいよね。いやーそう、これは泣けるやつやわ、マジで。お姉さん、本当にありがとう。誰？ナノさんに言ったん？ナノさんに。お姉さん限定だもんね。そう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 。いやー、確かに。ちょっとここも気になるとこだね。そうだね。だからさ、やっぱ、ゆめき先生と You Make It したいよね。いやー、ふっぺん見行きたいよね。池袋。でもさ、本当に、タイトルにもある通りさ、もう大波乱の展開って書いてあるから、なんか我々さ、昨日出した動画で順位予想とかね、もうしてみたけど、なんかもう本当にわからんね。読めんね。なんか、うちら結構さ、デビューメンバー、デビュー圏内の人たちはそんなに変わんない感じじゃん。でも、この予告見たら大変動ってめちゃくちゃ書いてあるし、なんかみんな混乱してる顔がやっぱバンバン映されるからさ、みたいなさ、映されるから、じゃあそんな違うんってことでしょ？つまり。そういうことになるね。だから、だから本当に入ると思った人が多分入らんくなったり、逆にちょっとあれかもしんけど、難しいかなと思ってた方が結構高い位置にいるとかさ、そういうのがあり得たってことでしょ？うん、そういうことになるね。そんな起きるかね。でもそっか、意外とちょい店だから、そんな見れてないから、まああり得るか、普通に。うん、あり得る。しかもやっぱり何回も言うけど、そう、2ピックになってからの動きが読めないまま、順位発表式だから、結構大変動あってもおかしくなさそうだね。そうだね。なんせトップ11位マジで分からん状態だしね。そもそもが。うん、そうそう、そもそも隠されてたもんね。うん、あとさ、やっぱカイラさんのやつもう一回見返したらさ、なんか結構さ、キュッとなっとるね。そのリズムが。頭のリズムが。あー。なんそれ。うん。口元隠されとるけど、ちょっと揺れの感じで頭のね。そうそう。だから、2回ポンポンってこう動くんだけど、うん、なんか、田中ことみたいなリズムなんね。リズム的には。ことさん。だから、あれ、ことさんかなと思った。なんか例えば、こなまるとかだったらさ、リズムちょっと崩れちゃうじゃん。その、例えば、田中こなまるとかだったらさ、田中こなまる、なんかもっとゆっくりなわけよ。やっぱり。ああ、そうだね。でも、タラタタンみたいなさ、感じのリズムなんで。頭の動きが。なるほど。タタタタンみたいな。そう。そしたら田中ことな。今私の中で。待って、怖い。あいたりん。ああ、あいたりんあり得る。そうだね。だ下の名前2文字っぽい感じかね。え、誰おる？マジで。でも、タタタタンだよね。でもさ、坂口里乃みたいな。上4文字だけど下2文字の場合違う。だから、いや、あのリズムは、知らんよ。知りませんけど。ちょっともう一回見ていいじゃん。いやでもやっぱり見返しても結構早いじゃん。だから、予想だけどあのリズム、タタタタンっぽい早いリズムだから、名字3文字、下2文字だと思うんね。名前2文字。怖い。だから、石井蘭もあるし、まあないと思うけど、蘭さんは。まあ、蘭さん20だったらもう、震えんだけど。いや、震える。1位予想とか、そういうレベルだからさ。そうだね。そう。だから上3文字、下2文字かなっていうリズムだったか、そう思ったら確かに田中こと、あいたりん。ちょっと今すぐは浮かばんな、他は。意外と、高橋ひなは高橋で。高橋ひな。あ、高橋ひなもでもちょっとリズムいけそうね。高橋。ねえ。何の練習これ。うん。そうだね。剣持つなのは？剣持つはちょっとなんか違う気がするようなリズムが。高橋はもっとギュッていけんだけど、剣持つはさ、そんなギュッていけるイメージなくない？確かにね。ちょっと剣持つってちゃんと言わんにいけんもんね。そうそうそう。亀田製菓みたいなさ。いちご製菓じゃなくてあっとだ。いちご製菓だ。どっちもあっとるよ、新潟のさ。確かに。おせんべいのやつやっちゃう。そうだね。いや、なんか。製菓だし、2文字じゃないし、製菓は。そう。3文字だし。くだらね。そもそものさ、あれに合ってないんよ。ね。だからそうだね。ちょっとそういう、カイラさんの口の動きっていうか、頭の揺れとかでちょっと読み取りたくなるぐらいもう気になるよね。そうだね。意外と合っとるかも、マジで。って思ったわ、ちょっと。怖いね。ちょっと答え合わせ、ドキドキだね。うん。あとは、まあ、前回のお話の最後とかにもね、ちらっと見れたけど、予告でね、ご褒美企画、ワクワクドキドキコリアツアーズっていうやつがね、あって、まあ、ちょっと一息、なんか、ちょっとご褒美会みたいな感じだよね。ちょっとみんなが食べたりとか、する可愛い感じが見れそうだね。うんうん、そうだね。でもヘアメイクめっちゃ良くない？私やってもらいたいもん、一回。ねえ。究極のだよ、しかも。そう。だからさ、多分美容室、そういうさ、プロの、そのアイドルが通うような美容室でやるってことなんじゃない？ね、めっちゃ良くない？うわー、そういうことか。じゃあ本当にプロのアイドルがやってもらってるやつをやってもらえるみたいな感じか。多分そうなんじゃないかな、やっぱり。めっちゃいいじゃん。ね、あるじゃん。出勤フォトとか行ってさ、もう美容室張り付いたマスターがさ、撮ってさ、その美容室特定して Google マップで見てとかあったもん。やったことある。やってたってか、やっとったよね。ウソくんの時やっとった。だよね。すごい特定して、ここからここ、だから、この駅からこれだとこれぐらい歩くなとかさ、そこまで見たじゃん、もちろん。見とったー。すごい特定するじゃん。うん。あと、感動サプライズってあるから、ご家族のレターなんかな。いや、でもあれか。これまだ35人のいる時だから、それはまだ先か。そうだね。だいたいファイナルで、それはなんか地上波でも見せてもらえそうなイメージあるわ。うん、そうだよね。あれじゃない。あれだわ。思い出した。ファンの方の応援してまーすみたいなやつだよ。そうだね。それだわ。そう、ね。あ、それですわ。うんうん。ね、現場とかの時にインタビューとかね、ビデオ回してて、スタッフさんが、それを流すんじゃない？あとはそういうなんか応援レターみたいな、そういう感じだよね。なんかファンの方のね。うん。うん。そうそうそう。だから確かに感動するじゃん。だってさ、やっぱりさ、実際に顔を出してくれって言ってくれるってなんかないもんね。こう、練習生やってても。うん、そうだね。なんか、SNS とかでの反応とかね、見てる人多いと思うけど、それ生の声みたいなさ、実際にね、ファンの方の声みたいなのって、なかなかないもんね、きっとね。なかなかないよ。いや、いいね。だみんな泣くんよ。もう、だからうちらも泣くんよ、それってこと。泣くね、泣くね。うん。だからさ、本当に見どころめちゃくちゃあるし、だってさ、まださ、練習生第5分合宿所にビッグゲストって言ってさ、その、多分アイズワンのちょゆりです、みたいなコメント言ったらだけど、もう一人くるんって向いてる人いて、これ多分イエナなんだよ、この感じ。この感じ。そっか、そうだね。イエナ見ない？ピンクの髪の長い感じと、このなんか、アヒル顔をしてそうな可愛い顔みたいな。わかるわかる。この洋服の感じもイエナっぽいよね。そうそう、イエナっぽいよね。うん。違うかな？でもなんか合ってる気がすんだよね。動き的に。うん、確かに確かに。いいね。うん。なんか韓国に行ったからこそ会えるアイドルじゃん。やっぱり。そうだね、そうだね。うん。なこちゃんとかはもちろん登場してくれたけどさ。うん。いや、いいじゃん。だからさ、やっぱつづみさんがさ、その前回の次回予告からあったけど、ちょゆりさんらしき方が来た時にすごい感動して泣いてたけど、やっぱりそれってさ、そのちょゆりがアイズワンのすごいメインボーカルでさ、なんかすごかったじゃん。だから、ああいうのになりたいとかさ、結構憧れてとかさ、そういうのもあって余計感動してんのかなみたいなさ。そうだよね、アイズワン好きみたいな。もうあったもんね。なんかそういうね、あれもね。うん。だから結構順位発表式もあるけど、その企画的なやつとかもたくさんあって、すごい盛りだくさんな回になりそうだね。いや、そうだね。でもやっぱ結局、でもそうは言っても結局、順位発表に全部持って帰れるとは思うけどね、もちろん。うん。いや、そう。いや、マジでそうよ。でもあとあれじゃん。なんならその順位発表のさ、その感動というか、そのいろんな気持ちになった後、すぐにデビュー評価の曲公開されて、そこでもう別れるやつも見れるよ、多分。そうだ。いつもその流れでやっとったよね。もう残されて、残った20人が集められて、最後の評価ですみたいなやつだよね。そう。で、押し出されて、なんかフェンファンズンズンしたりとか、そういうのがあったじゃん。確かにズン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 、ペタンつって自分のパートね、張りに行って。そう。そうそうそう。とかね。なんか押し出しもね、ちょっとあれだけど、まあまああれもやっぱ見どころだからさ、誰が名簿になってとかすぐわかるし。そうだね。多分、いつもの通りでいくと、20位のメンバーから、自分のやりたいパート、自分のやりたい曲のところに貼ってって、被ったら押し出していくって感じだよね、上位になるにつれて。そうそう。で、やっぱもちろん1位の人が一番やりたいポジションできるってやつ。うん。うん。で、それでちょっと荒れるみたいな。なんで押し出したんって言われるみたいな。いや、わかるわかる。いや、それはもうしょうがないやつだけどね。こればっかりは。もう荒れるまでワンセットやっちゃうもん。うん。で、ファーストラブとトキシックがね、曲で、初恋で。それ、偽スポの曲名やん、それ。ファーストラブとトキシック。そう。紛らわしいのトキシックやったから。そう。ややこしいわ。で以上のね、今回は日プ女子の第10話の予告が公開されたので、そっちの話をしてったんだけど、まあ、いよいよこの動画を出す次の日、明日にはね、もう本放送があるから、そこで順位とかがわかるわけだけど、なんせ大波乱らしいから。ねえ、てか来週さ、知っとった？金曜にさ、日プロのデビューメンバー決まって、土曜日かな？そうだよね。土曜日に日プの決まるんでしょ？なんでこんな連続なんて思う？確かに、デビューメンバー2日連続で決まるんやめてよ。意味わからんくない？うん。いや、ドッキドキの週末になりそうやね。そうだね。まあだからさ、日プ女子の次の放送が楽しみだよね。そうだね。